爽やかな好青年から、こわもてやみきん社長、おバカな勇者まで、変幻自在にキャラクターを演じてきた、山田孝之。そんな彼が、最新映画、ステップ、4月3日公開で、初のシングルファザー役に挑んだ。実生活でも、父親であるがゆえに、演じる上では、思うことも騒かったようだ。今や30代も半ばに差し掛かり、俳優としては、充実一途。昨年は、ネットフリックスドラマシリーズ、全裸監督の怪演でも絶賛を浴びたが、実は、玉砕覚悟で臨んだものだという。山田が見、据える世界、そして未来とは？実生活でも父親、演じて感じた育児の葛藤と、妻への感謝。重松清の人気小説を映画化した、ステップ。山田は30歳の若さで妻に先立たれ、生まれたばかりの愛娘、ミキと共に、不器用ながらも一歩ずつ進んでいく、シングルファザー、健一を演じる。山田は、妻を失うということが、どういうことなのか、娘を育てるというのがどんな感覚なのか、それを経験してみたかったと、オファーを受けた理由をシンプルに述べる。ただ、撮影中は、とにかく辛かったと、山田は言う。妻を失ってしまった、辛さはもちろんなのですが、それに付随して、様々な感情が湧いてくる。自分がいっぱいいっぱいになっているのに、子供がぐずってしまう。その時は、なんで、ここにいてくれないんだよという気持ちが出てきてしまうけれど、冷静に考えると、子供の成長を一番見たかったのは、妻なんだ。向こうの方が辛かったはずだと思い、踏ん張らなければいけない。その葛藤に苦しむこともあったし、負の感情を持ってしまったことへの自己嫌悪もあります。苦しいながらも、小さい娘と共に健一という人物の10年間を演じたことで、改めて子育ての難しさを実感した。実生活で育児について、なんでわからないの？と言われて、俺だって子育て初めてだしなんて言っていたのを思い出しました。あとは、やっぱり妻への感謝は確実に感じましたとは二冠だ。物語の中の人物を嘘なく視聴者に届ける。どんな得意な役柄だとしても、それができるのが山田だ。本作で演じたシングルファザー役にも圧倒的な説得力が感じられた。奮闘する健一を、登場人物は皆温かく見守るが、描かれるのは、表面的な、綺麗事ばかりではない。そこには、山田なりのこだわりがあった。唯一見せ方として意識したところです。みんなに優しくされている健一ですが、頑張っている、パパという面だけを見せるのは違うと思いました。そんな綺麗事じゃない感情をしっかり出すことが、健一には必ず要。小学校の先生と対峙して、マイナスな感情を顔に出してしまうシーンは、かなり人間臭い部分が出ていると思います。世界を見据えて挑んだ、全裸監督、正直 99% 負け戦、玉砕覚悟でやっていた。現在36歳、役者として、油の乗り切った山田。本作でのシングルファザー役から、ネットフリックスで全世界に配信された、全裸監督まで、近年の活動は非常にワイドで、ファンに驚きとワクワクを与え続けてくれる。30代はめちゃくちゃ楽しかったし、特にこの5年間は本気でやりたいことをやりました。その中で得たもの、失ったもの、相手捨てたものがあった。勝手な責任感も芽生え、新たな課題も見えてきた。今は楽しいからやるというより、やらなければいけないことが増えているという状況ですね。やりたいと思ったことをやり尽くしてきたからこそ、見えてきたものがある。具体的な課題については、複合的なものなので、一つにまとめてこれとは言えないと話していたが、自身が俳優として感じてきた、様々なことを、後に続く、俳優仲間のために形にしていく必要があると、思っているようだ。僕が疑問に感じたことをしっかりとクリアにしていかないと、あと、やからたちは今後何もできなくなってしまう。今のままでは作品に集中しきれない。そうなるとクオリティも上がらなくなります。
質が上がらなければ世界へは持っていけない。ざっくりと言うとそんな課題です。とゴル、こうした思いが大きな話題を呼んだ全裸監督という作品にも結びついた。世界と言いましたが、僕はハリウッドは全く意識していません。それは感覚が違いすぎるから。でもアジアやヨーロッパには通じるものがあると思っているので、そういうところにチャンスを広げていくことが大事。その意味ではネットフリックスというメディアは全世界配信という大きなメリットがあります。全裸監督は題材が題材だけに正直 99% 負け戦、玉砕覚悟でやっていました。笑い、宗教的な問題もありますしね。逃げ出しても何も解決しない。だから今やらなければいけない。30代後半は見つかった課題を一つずつクリアしていく段階に入った。考えすぎると何もできなくなってしまうから、あまり先のことは考えないようにしています。ネガティブな意味ではなく、明日死ぬかもしれないと思って今やれるべきことをどんどんやっていこうという感覚です。と意欲を見せる。やればやるほど課題が見つかり、さらにやることが増える。政治家全部クリアできないですよね。と苦笑いを浮かべるが、30代前半のように詰め込みすぎるのは良くないと思っています。もちろんスピード重視のものもあるけど、もうちょっとゆっくりと絞り込んでやることも必要かなと客観的に見ている自分もいるという。でも本当のことを言うと、どこかの島に行って自給自足の生活をしたいんです。10代の頃から考えていたことなんですけれどね。といたずらっぽく笑った山田。現実を顧みて逃げ出してしまいたいと思うこともある。でも逃げても何も解決しないんですよね。僕と同じ思いをする後輩たちが何百人何千人もいると思うと、今やらなければいけないと自らを奮い立たせている。自分のためでもあり誰かのためである。まさに劇中マナ娘のために、そして自分自身の成長のために困難に立ち向かっている健一と現在の山田の姿が重なる。本作が公開されるタイミングについて、たまたまこの時期になっただけで大きな意味はないですと語っていた山田だが、話を聞けば聞くほどこの作品が今世に出る必然性を感じてしまう。磯部正和。